前輪の下敷きになっている。2023年12月25日午後4時過ぎに、岡山県倉敷市の市道交差点で自転車に乗っていた小学2年生の男の子7歳が、77歳の女が運転する軽乗用車にはねられた。消防によると、事故直後に男の子が、父親から子供が、軽乗用車の前輪の下敷きになっていると、消防に通報があった。男の子は、病院に救急搬送されたが、意識不明の重体である。警察は、過失運転傷害の容疑で、軽乗用車を運転していた女を、現行犯逮捕した。現場は見通しの良い信号機のない交差点で、警察が事故の原因を調査している。高齢者のドライバーも怖いけど、自転車の飛び出しとか、猛スピードで交差点を突っ切るように飛び込んでくる自転車、特に小学生、中学生だったり、田舎だとお年寄りは自由に車道を横断する、無法地帯だし、どうにかできないものかと、毎日ヒヤヒヤです。知り合いの近所の路地で、しょっちゅう同じ子供が自転車で飛び出してくるから気をつけて走るようにと注意されてた。近所でも有名な子で、必ず大通りを突っ切りると何度も何度も親に言ったそうですが、結局は半年後に事故をして亡くなってしまいました。無謀な自転車が多すぎるし、車も狭い道は気をつけて走りましょう。クリスマスに悲しい事故です。今はまだどういう状況だったのかわかりませんが、男の子の回復を祈るのみです。運転する身から言えば、自転車の小学生の側を走るときに、なぜか小学生がぐらつき、おっと危ない、とヒヤッとした経験があります。スピードを出そう立ち釘のような体勢になったからかなと思うのですが、そういうこともあるから気をつけねばと思いました。高齢ドライバーの運転も危ないんだけど、それがとっさの時となると、なおさらです。まして相手が自転車の子供となると非常に危険です。子供の自転車の乗り方を見ていると、何度もヒヤヒヤすることが運転していても感じます。その双方が絡む事故となると危険度は最大ですね。両方がとっさに止まれない同士です。中学生の頃自転車に乗ってた時、車に轢かれたことがあります。横から車が飛び出してきて当たったとはいえ、左右確認しなかった自分にも落ち度があったと今となって反省しております。引かれた側ばかりが被害者面するのはおかしいと思います。引けるもんなら引いてみろと言わんばかりの悪質な自転車乗りも多いです。お互いが少し気をつけるだけでも大事故は防げると思います。一瞬で人は死に、人は犯罪者になる。